こんにちはビーーートルルズワールドニュースです今日はポール・マッカートニーのおそらく最後のオーストラリア・メルボルン公演のレビューについてです。ビートルズは1964年の唯一のオーストラリアツアーで6回のメルボルンコンサートを行い、6月15日、16日、17日にそれぞれ2回のショーを行いました。そのの後ポールルルがメルボルンに来たのは 1975年11月13日と14日の2回のウィングスコンサートでした。1993年3月9日と10日には2回の MCG コンサート、2017年12月6日と7日には2回の AMI パークショーがありました。2023年10月21日、マーベル・スタジアムでは特別な日でした。おそらく、ポール・マッカートニーがメルボルン、オーストラリアで演奏する回数は13回目でしょう。 現在のこの狂った世界で何が起こっているかに関わらず私たちの生涯における真の伝説を肉体的に経験できる幸運な人々がいることは素晴らしいことです。ポール・マッカートニーの歌は私たちの人生のサウンドトラックだけでなく世代のサウンドトラックでもありこれから何世紀にもわたって楽しまれるでしょう。ポール・マッカートニーのコンサートでは私たちは私たちの人生の一瞬の間偉大さの存在にいる特権を持っている幸運な少数派です。 そそしててれれはは当然とされてはなりませんオーストラリアツアーの2日目として、ポールはツアーが8,000人収容のより親密なアリーナで開始されたアデレードから、5万3,000人収容のマーベル・スタジアムにアップサイズしました。セットリストはビートルズの初期から始まり、1958年にザ・クオリー・メンの「インスパイト・オブ・オール・ザ・デンジャー」から、2017年のオーストラリアツアーの10ヶ月後にリリースされた「エジプト・ステーション」まで広がっています。 その間には純粋な歴史が広が広っています1964年にビートルズとしてメルボルンで演奏したとき、ポールは22歳で、ショーは11曲で35分でした。2023年には81歳で、ポールはほぼ3時間にわたってほぼ40曲を演奏しています。ポールのセットリストを選ぶことは緻密なスキルであるはずです。彼は観客が聴きたい曲を入れることについて話していますが、それでもこのツアーでも、 イエスタデイバックインザ・ユー・ス・アールエリナー・リグビーザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードフール・オン・ザ・ヒルマジカル・ミステリー・ツアーアイ・ソー・ハース・タンディング・ゼアウィー・キャン・ワーク・イット・アウトおよびオール・マイ・ラビングすら入りません彼が演奏しない曲も含めて別のショーがありますこのショーには24曲のビートルズの曲が含まれており それ自体が1964年のメルボルンでビートルズが演奏した曲の2倍以上です。ポールは解雇だけでなく、新しい音楽も大事にしています。21世紀の彼の楽曲を追っていない場合、戻って調査するべきです。2007年のダンストゥナイト2012年、マイバレンタイン2013年、ニュー2018年のカムオントゥミ、およびファーユー といった21世紀の5曲の曲は彼が新しい音楽を続けてリリースし続けていることを示していますビートルズの曲を演奏すると会場がスマートフォンの光で照らされますが新曲を演奏するとまるでブラックホールのようですが気にしませんとにかく演奏し続けますと彼は言いました今夜彼は素晴らしい調子で観客との会話が非常に活発で2017年のオーストラリアツアーよりもずっとおしゃべりでした 彼の声も向上していました。2017年には彼の声は4曲か5曲かかって落ち着くのに時間がかかりました。今回は声帯が最初からそこにありました。メルボルン、こんばんは。オーストラリアに戻ってきて、今夜は楽しいひとときを過ごしましょうと彼は約束し、その通りにしました。彼は、古い曲、新しい曲、その間の曲がありますと言いました。また。 ヘンドリックスと60年代に出会ったエピソードやビートルズがアルバムをリリースした直後のロンドンのショーでジミーがサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドを演奏したことに関する話などたくさんのエピソードもありましたジミーのギターが音程を外していたためエリック・クラクトンを呼んでチューニングしようとしましたこれはジミーのフォクシー・レディが彼のウィングスのクラシック「ベッド・ミー・ロール・イット」を拡張する一部だったジミーだけでなくジョージも サムシングのウクレレ演奏で称えられ、ジョンもタグ・オブ・王ーのヒア・トゥ・デイの献事、さらにはピーター・ジャクソンが開発した新しい編集技術によるジョンとの仮想デュエットで披露された、アイブ・ガット・ア・フィーリングの素晴らしいプレゼンテーションがありました。これは最近のゲット・バック・ドキュメンタリーを制作したピーター・ジャクソンに感謝します。ジョージ・マーチンも初めてアビー・ロードスタジオを訪れた若いビートルズを慰めたことを覚えています。ポールは言います。 ジョージはユーモアのセンスがあり、ビートルズにもスタジオで自分らしさを出すよう勧めました。死ぬのは奴らだの火花は曲と同じくらい強力であり、ヘルタースケルターのライティングはそれ自体がショーでした。エジプトステーションの2曲以外に、幸せのノック、シーズ・アウーマン、ユー・ネバー・ギブ・ミー・ユー・ア・マネー、シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドウは、この2023年のオーストラリアツアー以前にポールによって演奏されたことはありません。 ポーール・ルルマッッカトトにメルボルン公演のセットリストをご紹介しますょ曲目 Can't Buy Me Love」2 j u n i o r s Farm」3曲目 l e t t i n g Go」4曲目 s h e s a w o Man」5曲目 God t o g e t You Into My Life」6曲目 Come On To Me」7曲目 l e t Me r o l l It」8曲目 Getting Better」9曲目幸せのノック 10曲目「マイ・バレンタイン」11曲目「1985」12曲目「Maybe I'm Amazed」13曲目「I've Just Seen a Face」14曲目「Inspite of All the Danger」15曲目「Love Meed」16曲目「Dance Tonight」17曲目「Black Bird」18曲目「Here Today」19曲目「New」 20曲目「レディ・マドンナ」21曲目「ファー・ユー」22曲目「ジェット」23曲目「ビーイング・フォー・ザ・ベネフィット・オブ・ミスター・カイト」24曲目「サムシング」25曲目「オブラ・ディオブラ」だ26曲目「ユー・ネバー・ギブ・ミー・ユア・マネ」27曲目「シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バス・ルーム・ウィンドウ」28曲目「バンド・オン・ザ・ラン」29曲目「 ゲットバック30曲目「レッド・イット・ビー」31曲目「死ぬのは奴らだ」32曲目「ヘイジュード」アンコール十三曲目「アイブ・ガット・ア・フィーリング」3四曲目「バースデー」3五曲目「サージェント・ペッパーズ・ロン・リー・ハーツ・クラブ・バンド」3六曲目「ヘルター・スケルタ」3七曲目「ゴールデン・スランバーズ」三十八曲目「3曲目「 キャリー・ザット・ウェイト39曲目ジエンド全39曲演奏しましたポール・マッカートニーのオーストラリア日程は10月18日水曜日アデレードエンターテインメントセンターサウスオーストラリア10月21日土曜日マーベル・スタジアムメルボルン・ビクトリア10月24日火曜日マクドナルド・ジョーンズ・スタジアム ニュ,ーカッスルニューサウスウェールズ10月27日金曜日アリアンズ・スタジアムシドニーニューサウスウェールズ10月28日土曜日アリアンズ・スタジアムシドニーニューサウスウェールズ11月1日水曜日サンコーク・スタジアムブリスベンクイーンズランド11月4日土曜日ヘリテージ・バンク・スタジアムゴールド・コースト クイーンズランド。以上、ポール・マッカートニーのおそらく最後のオーストラリア、メルボルン公演のレビューについてでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。ポールのオーストラリアツアーはまだまだ続きます。次回もビートルズワールドニュースをご覧になっていただけますようによろしくお願いいたします。